皆さん、こんばんは。あ、やべ、パル見えてる。ちょ、パル見えてる。あ、こんにちは、皆さん。こんばんは。あれ、え、なに、ここ初めての場所だよ。ここみんなほら見て、最初の場所じゃん。こうやってほら、最初の場所。あ、これが始まりの街か。これ始まりの場所だ。これみんながほら出てくる場所だ。これどう見たってほら、ちょっとリアルはどうすよ。え、どうした、これほら、うわ、ここがパルワールドか。すげー、めちゃくちゃ綺麗やん。始まりじゃん、これすごすぎのこれ。おい、すごいよこれ。白々しいよ。はい、お、見て、最初の人だ。ほら、パルソフィアがあればパルを捕獲することができる。何それ、パルソフィアって、知らねえ。やばい、寒い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 。こうしてね、はい、こうしてこうしてっと、うん、なるほどね。あー、できたなんかやってますよはい、うん、説明しますよ。昨日ね、パルワールドのホロ様来て、そしたら、まあ、なんかフムさんとこと喋るじゃないですか。まあ、チュートリアルもう一回やるのか、30匹また集めるの虚無いなみたいな。そしたら、なんか育ってたまあ前回やったところまでやったらいいんじゃねみたいな感じで、本当はもうちょっとなんか やってないつもりだったんだけど、なんかしたらなんかできてた不思議だね。サバ引き継ぎあったのかな。はい、サバ引き継ぎはありません。ちなみに、はいこれ同罪の人たちです。ビザや、このビザじゃないよ。ちゃんとね、ちゃんとやってたんだからね。ベータテスターじゃないからやめてやめて、ベータテスターじゃないから、ミユコたちはねえ、ちょっと一からまたやってますから。あ、でもベータ、あれ、でもキリトも同じか、あれ、キリトも同じか。これキリトも言うて最初から言ってんのか、別に引き継ぎをしてないのか。ねえ、なんか見たことあるやんはい、という感じでね、まあ揃ってます。でもほんとミコなんて、なんか途中からうちにやばいよこれ、もう止まらないよ、やばくないって、これやばいって。もうなんかチュートリアルなんだけど、チュートリアルっていうかなんかって言ってたけど、なんか止まんなかった、みんな、うん、なんか止まんなくてこれが止まらないホロライブの始まりということで、じゃあ早速ほらね、みんな見て、ちゃんと見て、ほら前回とさね、変わんないでしょね、ほら前回と変わんないでしょね。よく我慢したと思わないか、逆に。よく我慢しただろ、どう考えても。はよ飛べよなんでかやったのって。それはまあそんなにやってないよ。5、6時間やってたの。いや、そんなにはやってないかな。もうじゃあ拠点はどこなのって話でしょ。拠点いけ、猫のメルパカ。よし、あいつらいるやん、またしょうがねえ、またやるか。おいさー、え、待って、何こいつ、初めて見たやつじゃん。え待って、みんなこいつ初めて見た。え、何こいつえ、待って、マジで知らねえ。こいつ新種のパルじゃん。解放しよう解放しよう、こいつ。よし、まったく密漁なんドドドドンのんびりしすぎた時はあらゆる反応が鈍くなる。28箇所も刺し傷ができても、次の日の朝には初めて気づき絶命する。あ、みんな新しいミコのお気に入りのパル見つけた。待って、どこ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 、あいつ、あ、いたいたいた。あ、地面属性だほら見て、次の日の朝には初めて気づき絶命するバカすぎだろこいつ、どう考えても。ドドドドドンねえ、なんかこれちょっとおバカそうだね、かなり。じゃあみんなにね、ちょっと見せてあげますか。我が家に行きますよ。
止まらなかった拠点ね。いいから早く。もううるさいわね。静かにしなさいよあんたも。はい、ここです。ドーン。透けてるやん。うるさいやん。すごいです、これどう考えても。まあまだそんなにできてないからね。ちなみに、まあ、ここで今3人でね。はい、皆さんこちらです。見てください、みこちゃん今いくらですか。7484円。はい、こんなにありますけど、こいつがね金を作ってくれてる。あー、金拾いまーす。そこに拾いまーす。ここフブさんとかがねやってるやつら。あで、まだもう一つみんなに明かさなきゃいけない罪がまだあって。これミコはたまたまだよ、本当に偶然起こった事故なんだけど、怒らないよね、はよ言え。内容による。ミコはさ、モコロン捕まえたかっただけなんだよ。モコロン捕まえてたの。なんか人間が人間でなんか当たってて、なんか近くにミコのなんか売りつけに来た放浪商人がミコのなんかボールに入っちゃったの。いやマジで知らなかったから、本当に。みたいな。今なんか入ったみたいな。でね。闇を見た。でもどうなるんだろうこれ。でも放浪人はさ、無限に出てくるからさ、大丈夫だよね。一人ぐらい拉致っててもバレないよね。ねえ、密漁団じゃん。違うよみんな、違うんだよミコは。しかもさ、これさ名前変えれんねん。名前変えれんねん。みんなどうしよう。人間はるっちゃったんだけど、ミコ。ヤゴーやばいだろ。ヤゴーこんなイケメン。ヤゴーはやっぱさ、おじさんパルって時にしよう。やっぱそれは。やばい、これ怒られかな。なんかヤゴーに似てるやつをもし、ゲットしちゃったら、しよう、ヤゴーは。ヤゴー残そうよ。だってこっちイケメンだよ、マジで。ねえ。夏目漱介。我が輩は猫であるを書いた作者は誰ですか。先生、これ漢字ですか。あ、いや、これはね、ひらがなでも大丈夫。この人だよね、多分。みこちゃん、この人誰だと思った。回答読んでみて。夏目漱石。じゃあ次、スイちゃん、この人誰だと思う。ねえ、実際にいた人だよ、失礼だと思わないの。偉人なんですけど、教科書にも載るんですけど。これやばいかな、わかりにくいかな。まあ、いつでも帰れるからいいか。お前の名前は夏目漱石だ。夏目漱石どこ。夏目なんかイケメンだな。大丈夫かな、これ。お前働けんのちゃんと。お、夏目漱石手伝いに来い、お前。お、手伝ってる。しっかり働け、お前、しっかり。何出たそうにしとんねん、お前。お前、こら、出るな、こら。逃げれないぞ、お前も。働けよ。猫ちゃんたち働いてんだろ。こいつ何してんの、こいつ。マジで。普通に出たいと思う。あ、バグかな。まあいいか。宗介は戦闘員にしないの。え、宗介戦えんの、逆に。はぁ、あ。え、宗介、お前。ソースケ、お前死んでる。ソースケ、お前ソースケ、ちょっと待って。
何させてんだお前、やばいやばいやばい、こいつやばいって、ライン超えてる、戻れ。これやばいぞみんな、ちょっとみんな炎上しちゃう、炎上しちゃう、どこ撫でてんねん。こいつかわいいな。うるさ動き。ちょ、ソウスケ、まあ、ソウスケ寝るな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 、ソウスケ寝るな寝るな、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、普通に寝てるわこいつ。でもちゃんとパル専用のベッドで寝てるわ、わきまえてるわこいつちゃんと。なんかわかんないけど、フブさんとかがやってる時はみんな絶好調で働いてるのに、なんかミトナケがいる時はなんかみんな鬱になってくんだよね。ブラックだって、ブラックキコリ担当。これでもこれ、これニコがつけたんじゃないかね、フブさんだからこれ。生産金1金2、やばいね、そろそろ老気に怒られる可能性があるけど、まあ老気なんてないんでねこの世界にはね。よし行け。透明人形、おいいよ、葬式にいいぞ、頑張れ葬式、ダメだ、雑魚だ。お？ねえ、服が似合った、服着ろ。夏目漱石見せよう。あ、そう、そう、夏目漱石、漱石どこ、お前食ってんじゃねえよ。はい、じゃあ見てこれ、夏目漱石かわいいっしょ、これほら食ってん、ただ飯食ってんちゃうやん、ソウスケ。イエーイ、はいはい、うーぽんぽん、うーせーの、ゴーゴーレッツゴー。